じゃあ2つ目こちらになります。じゃんじゃん、八犬山で環境教育、はい、ということで、八犬山はあれなんですね、ご主人の職場なんですもんね。そうですね、南区に八犬山果樹園の方を経営してる、はい、最初にやっぱりこう結婚しようと思ったのはもうご主人も素敵だったんだけれども、その果樹園の場所の魅力が大きかったそうでね。果樹園とても山のふもとにあって、そこは普段毎日ね札幌に暮らしてたら行くとなんかね気分転換になるとかね、いい気持ちになるので、そういう魅力のある場所だなというふうに思ってたのは確かですね。ね、今でも思ってます。今でも思ってます。そんな札幌市内でありながら、やっぱり私も八犬山とかこの辺ってね特別な場所だと思うんですよ。やっぱり空気感も感じますよね、すごく気持ちがよくってっていうふうにピアンカさんが感じられたの本当そうだなと思うんです。すごくこう自然の豊かな場所ですしね。でそこの環境を使って、ピアンカさんは環境外人として、ごめんね、いい意味で言ってんのよ、環境外人としてですね、いろんな教育をしてるっていう、例えばこうどういうことをされてるんですか？最初の頃が、都会にはあまりないような、ね、自然素材を触れたり、はい、それでものを作ったりするようなワークショップを企画したのも多かったんですが、はい、この2年でエネルギー教育のもの、内容のものの方が圧倒的に多くなりました、はい、例えば今のソーラーでね、はい、パネルを使って遊ぶ、水遊びするとか、ソーラークッカーを使って、はい、まあ、果樹園のベリーかなんかで、ジャムを作るとか。ソーラークッカーって私まだ見たことないの、ホームページで拝見しましたけど、あれで例えばお湯沸かすのに何分ぐらいかかるとかあります？そこに残ってる黒い鍋でだいたい晴れた日だと30分ぐらいでもお湯が沸きます、ね、晴れた日だったら30分でお湯が沸くいいね。まあ、そういうエコエネルギーラリーのそういう救出ラリーを開催したりとか、そういう活動を今果樹園でやってますね、そうなんです。でこれがですね、具体的に例えば本で読むとか写真を見るとかじゃなくて、実際こうそこに行って見ることができるっていうので、なんか好評だそうでね。なんですかね、見るとか勉強という雰囲気がないんですね。遊びながら覚えるとかね、体験するという感覚なので、はい、楽しい思いをしながら、ついでに、はい、ソーラーのこと分かったんだとかね、そういう感覚でです。外国の方も随分見学になってるんですよ。私とか、専門用語で言えば、はい、例えば手作り電気っていうかね、オフグリッド発電システムね、もう10年前から小屋につけてるんですけど、最近になって、3.11 の後は特に、あれできるなら私もやってみたいんだとかね、っていう人がすごく増えてきてますね。それと今年は特にね、ボルネオ島から訪問が、数回があって、はい、あそこエコツーリズムの開発しようとしているね、はい、プログラムの中で私たちの取り組みは参考になる分があるんだということで、いいなっていうかね、そういういろんな視点で交流があって、はい、面白いですね。そういうこう例えばその環境の小屋ね、小屋を作って、でそれでこう自然エネルギーでこうやって電気を灯したりなんかするのも、最初はいやなんで別に電気つければスイッチあるのにって、ね、変わってるねって言われてたんですってね。そうですね、ドイツで、ね、もうやってることは札幌でもやってみたいと思って、だいぶ前にね、もうソーラーとか小さな風力発電システムをつけたんですね、はい、それちゃんと賄えるようにして、ね、最初はちょっとね、変わった人だなというふうに思われたんですけどパチッとやりつくのにみたいな。そうそう、だけど、最近ね、みんなの意識は変わったなっていうのも感じます。災害があった時に、停電になった時にはそれを役に立つっていう意味もあれば、エコってである安心して使える電気っていう意味もあればね、はい、あとは自分でできるっていう魅力っていうかね、今までエネルギーは当たり前のようにあったんだけど、初めてね、じゃあどこから来てるんだろうっていうかね、考えるきっかけを増えたので、電気を理解するとかね、そして熱、太陽の熱で
あのお湯を作ってるね、はい、ソーラーコレクターというね、うん、あの機械もあれば、まあ、先のソーラークカもそうですけど、はい、太陽で電気というのもあのそうだけど太陽で熱を利用する、うん、あの場面も増えてきてるので、はい、なんか作りながら感じる、ええ、あのしかもね驚きのことで、はい、真冬の真っ白いね本当にそこの池を凍ってる景色の上にでも、ええ、ソーラークカーはね使えるんだね、ええ、ちゃんとお湯が沸くんだって。なので外ね、うん、夏だからできるっていうもんじゃなくて、うん、あの太陽さえあれば、あの使えるものなので、楽しいですね。あ、そうですね、うん、楽しい環境教育の、はい、あの体験っていうかね。そうピアンカさんとねその環境教育の話聞いてるとなんかすごくワクワクするんですよ。じゃあちょっとそのあたりを3つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。3つ目のキーワードこちらになります。じゃん。